女子ゴルフの渋野ひな子23イコールサントリーが16日に開幕する米ツアーマイヤールプがクラシックミシガン州ブライズフィールド CC で今季初勝利を目指す予選ラウンドはマデリーン・サグストロムスウェーデンライアン・オトゥール米国と同組となった今季からツアーメンバーとして本格参戦する渋野日向子は 前週のショップライトクラシックで通算5アンダーの17位メジャー全米女子オープンを含む日米両ツアーで3戦連続予選を力復調の気配を見せた中でもショットの安定感を取り戻しつつあるのは大きなプラス材料次週にはメジャー第3戦全米女子プロ選手権23日開幕 メリーランド州を控えているだけに、高成績で弾みをつけたいところだ。その他の日本勢は、佐藤ゆか、アイチ畑岡奈紗、アビームコンサルティング。ココをアヤカ、富士通らが出場する。調子のバロメーターは、どこをチェック。渋野ひな子。ショット回復への手応えマイヤールプマ。 クラシック事前情報15日、プライズフィールド CC、米ミシガン州6556ヤードパー72先週の大会で日米通じて4戦ぶりの予選通過を果たした渋野日向子は、久しぶりにいいゴルフができた3日間だった。パーオン率も高かったし、自分の思うようなショットが打てたところもあったので、全米女子オープン、 予選落ちの頃に比べたらマシになりましたと、ほっとしたような表情を浮かべた。17位で終えたショップライトループがクラシックでは、3日間通じてフェアウェイキープ率が88.0%、パーオン率は81.4%を記録。結果はもちろんのこと。 この内容に改善が見られたことが安心材料となる。今週のコースも、ラフは入ると諦めないといけないくらいの長さがある。ショットの精度が必要と感じているだけに、さらにその状態は上げておきたい。目指しているのは、4月のスイング。4位になったメジャー大会、シェブロン選手権。 そして2位になったハワイでのロッテ選手権がそれに当たるその時はしっかり触れていましたしあまりスイングのことを考えすぎずにマネジメント優先でプレーできていたその後、疲労などもあって下降戦をたどったが先週やっと改善されたという手応えを感じ取っている今週の会場でも後方からマネージャーに スイング動画を撮影してもらい、それを逐一チェックしながら調整する姿は変わらない。特に最重要課題として現在チェックしているのが、トップの位置。そして振り抜きだ。先週の会場でも悪い時は癖でトップがすごく低くなってしまう。トップが低いから、ボールを捉えた後、 煽り打ちとなってしまうと話していた調子のバロメーターに引き続き目を光らせる試行錯誤しながらという言葉にもあるようにスイングについては取り組んでいかないといけない部分フェアウェイに細かい傾斜も多いコースながら例年伸ばし合いとなる大会ではいかにセカンドショット以降をいい位置から打てるかが。 スコアメイクをする上で鍵を握ってくる来週は今季3試合目となるメジャー大会 KPMG 全米女子プロゴルフ選手権も控える1日1日無駄な使い方をしてしまったのがここ何試合かのゴルフの内容先週からは意識を変えて目の前の結果も大事だけど もっと内容を良くしていきたい納得できるプレーで4日間を戦いいざ来週へそれが今の渋野ひな子の頭に浮かんでいる考えだ。